団体リリー・エンジェルスが加わりました。華やかな演奏演技を通じて防火防災救急と消防各分野の PR を行い、安全で災害に強い街づくりを呼びかけています。名古屋市の主催する各種イベントはもとより、市内各地域団体の行事にも演奏出場し、また小学校や幼稚園保育園の防火防災教育を行っており、市民から身近な音楽隊として親しまれています。指揮は渡辺克美会長です。最初にお送りする曲は大合奏です。1963年に作られたアメリカ映画大合奏は、第二次大戦中ドイツで実際にあった捕虜収容所からの集団合奏の史実に基づいて映画化されたものです。絶対に脱走可能と言われた捕虜収容所からの連合兵士76名がさまざまな手段を使って脱走を図る内容の映画で、中でも俳優スティーブ・マックイーンが国境線をオートバイで疾走するシーンは映画史に残る名シーンの一つとして語り継がれています。ではエルマー・バーンスタイン作曲の大合奏のテーマ曲をリリー・エンジェルスの演技とともにお楽しみください。設置していたおかげで火災にならずに済んだという事例は毎年70件以上あり、また火災になった場合でも損害額は半分以下、焼損面積は3分の1以下というデータが出ています。住宅用火災警報器は煙で火災を発見するので、火災に早く気づくことができ、被害を小さくすることができます。火災から大切な命と財産を守るためにも
まだ設置されてないご家庭は一日も早く設置していただきますようお願いします。次にお送りするのはハローファイヤーマンです。この曲は消防職員や団員の勇気とその意気込みを奮い立たせるためにサイレンや鐘などを取り入れ火災現場に出動する様子をイメージして作られた勇壮な行進曲です。リリー・エンゼルスの演技も合わせてお楽しみください。素晴らしい演奏と演技ありがとうございました。これをもちまして名古屋市消防音楽隊並びにカラーガード隊リリー・エンゼルスの皆さんが退場されます。第31回大会開会式の一部を素晴らしい音楽と演技で応援いただきました皆さん方にどうぞ御礼の拍手をお送りたいと思います。お願い申し上げます。ありがとうございました。今一度拍手をお願いします。